はい、5月17日です。ジョン・エドガー・フーバー、FBI の初代長官ですね。第30代カルビン・クーリッジ、大統領から37代リチャード・ニクソンまで8代の大統領に仕えたんですよね。まあ、仕えたというかさ、この人ね、FBI を利用して、結局政治家なんかのね、情報も全部集めてたんですよ。それでね、大統領を脅してたんです。要するに、スキャンダルをね、全部握ってたんですね。だから FBI ってそういうこともやってたんですよね。長官がやってたんだからね。だから今回のね、エプスタインともさ、同じ手口なんですよね。政財界のロリコンっていうかさ、それをさ、政財界の人間を脅すためにね、利用したんですよね、エプスタイン。で、今回言いたいことはそうじゃなくて、日本版ですよね。日本版エプスタインが、ジャニーズ問題。志村けんも米軍でね、バンドとかやってたんですよね。それでさ、アドレのなんちゃらとかのね、販売代理人みたいなことやってたんじゃないですか。んで、ジャニー喜多川もね、やっぱり米軍で働いてたんですよね。なんか天安門に行って英語を教えてた、米軍の下でね。まあ、英語がうまかったからね、留学とか生活してたし。で、本人もロリコン趣味というかあれでしょ。で、まあ、エプスタインもそうですよね。だから、まあ、今回は FBI じゃなくて、CIA がジャニー喜多川を利用して、政財界のその変態野郎たちを、脅す材料にね、スキャンダルをさ、握るために利用してたんじゃないかなと思うんですよね。まあだから AKB なんとか48とかなんかあれも大体そうですよね。男はジャニー喜多川、女はなんだっけ、なんとか靖とかという構造だと思います。終わります。